ビセクトラムで取れる、はい、これだけは取っておきたいシリーズ。人生詰まってない？詰まってた。全ての人生の何かが詰まってない？うん、すごいな B。はいどうも皆さんこんにちは、白黒チャンネルジュニーとグッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、4月の27日に更新された、ビセクトラムで撮れる、はい、これだけは撮っておきたいシリーズ、こちらをやっていきたいと思います。では今回は私の端末でちょっと見ていきたいと思います。ではいきます、いってみジュニー。それではまず一つ目なんですけれども、はい、今回は有用な使用アイテムがとっても多いです、はい、それがね、今までになかったアイテムなのでご紹介しつつ進めていきたいと思います、はい、まずは草原の村リラク。はい、その草原の村リラクを入りまして、うん、まっすぐ奥に行っていただきます。道なりですね。で、もうワンブロック先です。はい、まあ、話しかけちゃった一番奥まで来ましたら、はい、右端、右端、はい、そこの建物に入らず右端から上にこんな感じで井戸の中に入れますと。今井戸の中結構入れること多いからね、やっぱね、 FF シリーズ、ドラクエ FF、 まあそんな感じですね、はい、でここ、お、ブレスフラッグ。こちらがですね、パーティー全員のステータスを一時的に上げるという使用アイテムでございます。なるほど、はい、あ、あ、なくなっちゃうやつ使ったら、そう、なくなっちゃうやつ、結構ね、有用のアイテム最近増えたので、はいはい、こういうのをね、集めておいていざという時に使うといいんじゃないかなといったところです。はい、そしてこちらのブレスフラッグなんですけれども、はい、バフどれぐらい上がるのかといいますと、パーティー全員のステータスを 100% をアップしてくれるので、うん、本当にどうしても勝ちたいという時はね、ぜひ一か八か使ってみるのもありかと思います。ワンチャンお願い案件で、はい、バッファーが落ちちゃったで、うん、蘇らせて一回使うのとかもね、うんうん、全然できると思うんで、はい、箱もね、なんか何個か取れるようになったらね、また使いやすくなってくるんじゃないかなって感じですね。そして2つ目のおすすめアイテムなんですけれども、はい、草原の村リラク、うん、同じくですね、うん、の奥にちょっと1個奥に行ったこのお姉さん、うん、さっき話しかけちゃったお姉さんですね、はい、のクエスト、はい、これを進めていくと手に入りますと。なるほど、いったところでございます。さあ、どんなお話だったんですかね。はい、これですね。はい、なので助手に話しかけに行きましょう。魔導士の女性のテストを受けよう。助手に話しかける。じゃあ行きましょう。助手どこ？はい、このお姉さんがいる左の家。どこか。こちらです。で、そのまま道なりに進んでいただきまして。君？あ、来た。先生からテストを受けるように言われたんですか？はあ、全くいつも突然なんですから。それではですね、あなたには簡単な薬を作ってもらいます。ポーションとエーテル一つずつで十分です。持ってる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 、さすがに。ちょっとタロットとか、お、新色の粉、ラッキー。はい、残りはしまっていただいて終了です。へー、なんか簡単なテストだがね、優しいよね。優しいだが、まだあるのか。はい、できたわね。ではちょっと貸してちょうだい。あとはこれに魔法をかけて、ふむふむ、なるほどなるほど、私の目は正しかったよね。君みたいな人を探したのよ。ほう、ゴーストタイプの事件解決を専門にしてる魔導士、うん、この家に呼ばれたのもそういった事件を解決するため、はい、ゴーストが現れて2階に入れなくなった特別な才能を持ってる人だけ、うん、魂とか思いとかそういった形のないものに触れる才能が必要。へー、ビジョンじゃん。ビジョンですね確かに。じゃあ通れるようになりました。行きましょう。実はこの2階に行くと不思議な現象が怖いたくさん起きます。あれ ?BA から初めてのホラーもしや、ちょっと他のケースにもしかしたらあったかもしれないけど鬼ごっこなんてどうかしら。鬼ごっこ始まっちゃったよ。さあこれ追っかければいいんですか。これ追いかけるんですが、これご察しのところ3日も同じところ歩けたついに正しく道順、右、右、左、左、上、下、OK。さあこれ言っちゃっていいのかな。いいよ。右右右、左左、上下。あ、抜けちゃったよ。
脱げちゃダメなんじゃん。出られたってことじゃん。追いかけなきゃいけないんじゃん。あ、逆にするんだ。そうそう、さっきの人はメモでこうしたら抜けられたっていうメモだったじゃん。はいはいはい。逆に進まなきゃいけないんですね。そう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 。下上左左右右。お。下上、うん、左左、うんうん、右右。おお。え、察しがいい。書いてあったからね。そういうことよ。察しがいいっつって。あ、もう少しかかると思ったんだけど、面白いヒント、うん、あ、この子が出してくれたのか、ヒント面白い、ね、面白いヒントって。お、消えちゃうの。あら、何かが残ってる。花の髪飾りを手に入れた、思いが消えたようだ。依頼人に報告しよう。 OK、 さあ報告に行きましょう。さあ戻ってまいりました。はい、じゃあ話しかけましょう。話しかけに行きましょう。やっほー。何があったんですかね。お、波動の剣ゲットしました。はい、今までね、波動の杖というものが存在してたんですけれども、はい、それを持たせることによってデスペルが使えるようになるという杖でした、はいはい、今回はそれの剣バージョンということで、うんうん、まあ、かなりデスペルを覚えてないアタッカーの子とか、あの、例えば、壁役の子とかね、うんうんうん、に持たせるとデスペルがね、空き次第使えるようになるので、とても便利ですね。はい、そしてですね、今ちょっと悲しくなったじゃないですか。なんかストーリーがね、なんか待ってたのかしらみたいな感じになってましたけどね、うん、ですね、その時にもらった髪飾りあるじゃないですか。そうですね、あの女の子が、はい、残してた花の髪飾りですね、うん、その花の髪飾りを、うん、別のおじいちゃんに渡すと、うん、別のクエストが発生して、うん、またね、その話の続きが読めるようになっています。なるほど。なので気になる方はぜひそちらのクエストも調べてやってみてください。はいはい、それではこれだけは取っておきたいシリーズ3つ目はですね、修羅の町ビセクトラム、はい、で、まっすぐ進んだその右側の院ではなく、そちそちの奥、はい、右奥で道なりの奥ですね。そう、左ではなく大きい方、この奥に来た左側にちょっとね、隙間があるの分かります。あ、じゃなくて、その矢印をね、辿ってください。右右右、ね、白い今上にいる矢印をたどってると、ここにね、ここここ足掛けちゃった。あ、オッケーオッケー。ここ、そこかな。なるほど、これですね、征服者のガペル棒。わかんないよ、ここは。まだここまで来て、あ、なんかあるなと思って戻るみたいな。そう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 、これはね、でもこう一応ね、その道があるよっていう線が、ね、ここね、あるんですよ、ここね、はい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 、なのでよく見ると通れるよというのが、ね、なるほど、ヒントがいろいろ出てる。征服者のガペル、ガペル棒、はい、3ターン、敵全体の防御 60% ダウンというデバフアイテムでございます。ハンマー、いや、アイテムですね。ん、なるほどね。へ、投げるみたいな。はい、なるほどね。防御力下げるみたいな。防御力下げるって感じ。対象の能力を低下させる小槌ですね。これが3ターン敵全体の防御力を下げてくれるというデバフアイテム。なるほど。しかもパーセント 60% なので、まあまあ下がりますね。そう、安心感あります、まあ、防御力だけですけど、まあ、防御が下がる敵にはね、うん、めっちゃ使えるんじゃないかなって感じですね。はい、なんかやっぱこういうアイテム増えてきましたね、なかなかね。嬉しいですね。はい、そして本日4つ目なんですけれども、同じく修羅の町ビセクトラムで超イチオシ。マジ？これ取ってないとすごくもったいない。なこれからの BG 生、はいはい、どこにあるかと言いますと、このマップかなり奥まで進んでいきます、うん、ずっとまっすぐで大丈夫です。はいはい、こっちもいいのかな。まっすぐまっすぐ行ってください。アイテム屋さんに入り、アイテム屋さんに入り、その奥、おう、これで最上階に向かいます。おお、よかった、はい、早いな、このエレベーター。そしたらその左側の最上階に上がり、魔法鍵取りましょう、取りましょう。いいですね、強くなったね、ゴールドとかさ、ね、シルバーブロンズからね。はい、このお兄さん、このお兄さんですか。はい、ねえ、ちょっと聞いてくれよ、幸薄い男性。あの詐欺師ったらひどいんだよ。この守りさえあればお金持ちになってイケメンになって彼女もできて人生がファファだって言うから買ったのに全然効果ないんだ。そんなの売ってたら買いますよ、それはしょうがない。乗っかるんかい。
でもまた武器屋の前にいるはず、すぐに返金してもらわないと、うん、でもあの人怖そうだったな、怒らせたらひどいことされるかも、やっぱ泣き寝入りするしかないのかな、しょうがねえ言ってやるってねいうことですね。はい、これはね、武器屋に行きましょう。はい、で、あ、びっくりしてる人がいる、この人びっくり、お前だな、つらかせいいえ露天商のとこ、あ、兄ちゃん運がいいね、ちょうど最後の一つになったところさ、何がって、それはもちろん幸運のお守りさん、見つけるだけでギルはザクザクイケメンになって、彼女もできてイケメンになるって身につけるってやばくない？大丈夫？マスクじゃん次に勢いで次上がること間違いなし、最高だぜ、ヒュー、はい、どうだい、欲しくなってきただろう、兄さんも一つどうだい、え、効果がないと言ってるやつがいる、詐欺だからお金返してほしい、てんてんてん、おいおいおい、そこまで言うならもちろん証拠あんだろうな、何、証拠はない、証拠もないのにどうして効果がないって分かるんだよ、なんかアメリアメコンみたいになってるけど大丈夫やっとこうかなって一応返金してほしけりゃ証拠持ってくるんだな、イケメンになってないって証拠が必要ってことですか辛いね、その証拠集めるのね、じゃあ写真を撮りますねみたいなしんどい、はい、さあということで、証拠が必要だよというのをお伝えしに来た感じですね、うん、証拠を見つかって言われたらね、守りが効かない証拠なんてあるわけないよなんかそんなの簡単だよ、そのためにはコロシアムに行かないと、善は急げだ、なるほどね、なるほど、じゃあではコロシアムに行きましょう、行きましょう、サチ薄い男性がねコロシアムに向かったということですね、うん、はい、はい、ということでコロシアムの前に来ました、お、よいしょ、大丈夫、ギルがザックザク増えるか確かめよう、うん、賭けがあるんだ、お守りが本物なら賭けも当たるはず、それじゃあ、うん、誰がいいんだろう、分かんないな、おー、どこに賭けがいいの、え、誰だろう、関係ないのかな、全部外れんのかな、大穴、大穴、大穴狙いの剣闘士そうだよね、やっぱりね、どうやら的中したようだな、大穴狙いとは、うん、若いのにやるじゃん、当たっちゃったよ、当たっちゃった、当たっちゃった、やっぱりこの守りは本物、こうやってハマってくんやろな気持ちはわかる、気持ちはわかるぞやめてわからないで、ダメさあ、続きましての場所、ちょっと楽しいぞこれクエスト、はい、ちょっと入り口の方でしたね、そうですね、さあ、いましたよ、幸薄い、イケメンになってモテモテになって彼女ができるかどうか確かめたい、あの宿屋の女性をお茶に誘ってみようと思うんだ、いつも朝の挨拶しかできなかった、へー、向こうも気になってたパティーン無理だよね、そんな、いや励ますっしょ、頑張れ頑張れ、お前もちょっと頑張れよ、頑張る僕、あの、あれ、こんな、こんにちは、こんな時間に会うなんて、お、認識されている、認知済み、認知されてる、認知済みでござるの、僕のこと知ってるの、好意感触、うん、好意感触、好印象、好感触、まあデートの誘いですか、ドストレート、いや、そういうつもりじゃなくて、冗談ですよ、それに迷惑なんかありません、実は私もあなたと一度お話ししてみたいと思ったんで、あれ、お守り効果あるんじゃない、あれ、このお守りどこで売ってますかね、あれ、誘いちゃったよ、あれ、え、よかったね、 あ、僕は最初このお守りさえあれば、うん、あとは何もしなくていいって思ってた、うん、幸運が向こうから飛び込んできて全部が急にうまくいくと思ってたんだ、うん、でもそんなわけないよね、買ってない宝くじが当たるわけないし、誘わなきゃデートだってできないそんな当たり前のことなのに僕は自信がなくて何もできなかった、なんかそんな僕に勇気をくれたのがこのお守りだよ、僕なんかでもうまくいくかもしれない、そう思わせてくれたんだ、これは君にあげるよ、僕にはもう必要ないものだから、いろいろ付き合ってくれてありがとう、君にもこのお守りのご利益があるといいね、なんかあれじゃない、人生詰まってない、詰まってたな、全ての人生の何かが詰まってない、うん、すごいな B、ね、言われてるかと思った、自分の胸に響いてきた今、うん、そうだよね、買わない宝くじは当たらない、あ、そっか、よかったね、幸せになって、ね、そしてダッキーちゃんもゲットしましたよ、はい、こちらは何かと言いますと、はい、経験値 50% アップするアクセサリーでございます、マジっすか、めちゃくちゃ激アツ案件じゃないですか、そうなんですよ、グローエッグとかお持ちでない方とかはぜひつけたい、 いいですね、かわいい、おー、クエストでランク、クエストでの取得経験値アップ、うわ、めっちゃいい、
持ってるだけで人生がうまくいくらしい。まあまああの露天商は怪しかったですけど、そうね、このとお札薄い男が言ってたこの内容はとても胸に響くものがありましたね。響いたね。はい、ということで、まあ、ラッキーちゃんもぜひぜひゲットしてみてください。はい、さあそして本日最後の、これだけは取っておきたいシリーズ5つ目はですね、ビセクトラム地下道、地下水道ですね、うん、の探索で取れます。うん、そう、なるほど。ちょっと進んでいけばいいですか。はい、進んでいきましょう。さあということで、1マップ道なりに過ぎた2マップ目ですね、はい、こちらを上側に道沿いにちょっと行っていただくとこんな感じで、おお、ニュッと奥側に行けた行きます。その奥にこの征服者のガベル、こちらがですね、敵全体の、はい、魔力を 60% 下げるというデバフアイテム。おー、めちゃいいじゃないですか。え、ワンチャンお願い案件できる 60% できるできる、結構高いバフデバフ。そうなんですよ。おー、なんであの空いてる、例えばヒーラーの子が落ちてない場合って多いじゃないですか。うんうん、そうですね。そういう子がこれをね、一か八かって言って投げたら、うん、もしかしたら生き残るかもしれないね。アタッカーの子とかがね、うん、なんかそのとりあえず投げて、そう、立て直しとかもできますし。そう、へー。で今日のね、最初にご紹介した、ブレスフラッグも、うん、パーティー絶対のステータスを上げるので、うん、もうワンチャンね、あのデバフとバッファーが落ちちゃった時は生き残りやすいヒーラーと盾がね、間を下げてみんなにバフをかければ、うん、生き残るかもしれない。立て直しがだいぶ楽になりそうな感じですね。はい、なんかもっといっぱい取れるようにね、どっかになるといいですね。まあ、でもかなり貴重なアイテムではあるので、まあ、ぜひぜひビセクトラム編のこれだけは取っておきたいシリーズということで紹介させていただきました。はい、というわけで今日はですね、4月27日にアップデートされたビセクトラムの、これだけは取っておきたいシリーズ紹介させていただきました。まあ、ラッキーチャームがね、そうね、やっぱあの目に見えてこう、まあ、必要というか、うん、逆にあの今までずっとストーリーをね、着々と進めてきて、手を方にもね、使えるものだと思うので、ぜひぜひこちらゲットしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやってます。概要欄にリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバーイ。